JR 東日本 E217 系1994年デビュー、11両編成51本、4両編成46本、計745車両あったが、2020年度から E235 系にお控え中、2023年度末で 100% 完了予定。衝突時の衝撃を先頭車両だけで受け止めるクラッシャブルゾーンを初めて取り入れた車両です。国鉄 EF65 型電気機関車、かつては旅客用に使われ、寝台特急ブルートレインという名称は有名。現在の定期利用は貨物のみで、この2000番台は関東を中心にして43車両が現存。JR 東日本 E231 系0番台2000年デビュー。山手線に E235 系が導入されたことで E231 系200番台元山手線2002年デビューが総武線各駅停車用にやってきた。もともとの0番台は押し出されて武蔵野線や八高線に移動してしまったが、10両編成が6本計60車両だけ現存している。